宮崎博信11月9日から1944年2月17日は長野県茅野市出身の洋画家。日本のシュルレアリスムの先駆者とも評される画家。代表作に高原の原影等がある。長野県諏訪郡永名村出身。父玄蔵と母ドラノの長男として生まれる。実家は 新圧館というキーとの製紙工業を経営していたが、広信が子供の頃に倒産している。父、矢崎玄三は、郷土史研究家、河井空研究者として知られていた1941年、という新州分断者発行の雑誌に記事を連載していた。1921年、栄屋キ村立栄民人城高等小学校入学、この頃矢崎家に下宿していた。 担任の絵画教師、清沢の影響を受ける。1928年長野県スは中学校入学。絵画部顧門であった洋画家、高橋定一郎から洋画を学ぶ。1932年新洋者主催、郷土絵画展覧会に、線路付近、賀の境風景を、出品、同賞を受賞審査員の中川紀元、清水隆氏に、 中学生であるが、精密な技巧と自然な観察がいいと評される。1933年上京、帝国美術学校西洋画家に入学。設立者、金原翔吾と、名取隆講師陣に、清水隆や高畠達志郎がいた。金原、名取、清水が長野県出身だったので、新州人の学校とも言われていた。 第一回白雲美術試作展覧会に、農村スケッチ、岡谷風景等、京急展を出品。街頭の撮影この節の出展、1935年、同盟休校事件が発生し、帝国美術学校より、多摩帝国美術学校が分離独立。同年、小山田二郎、有愚千広、金子近史、小島義成、山賀正澄、横山千勝らと、前衛美術グループ、 エル・アニマを結成。アニマとは、生命という意味で、行動主義を提唱したフランス文学者、小松清により名付けられた。小松は、帝国美術学校に招かれ幾度も、講演会を開いていた。学生たちは、彼の影響を受け、死体、小松の家は、学生の溜まり場となっていた。矢崎も、小松の影響を受けていて、アニマや後に結成する同行の仲間たちと提唱した。 報告絵画という活動がある。報告とは、ある場所を訪れ、そこで起きたことを多くの人に伝える文学や映画のジャンルで、矢崎徹は絵画で表現しようとした。しかもそれに、シュルレアリスムの要素を加え、現実のリポルタージュと超現実世界の融合した作品で白昼において、夜を見つめ、両者の関係を、ある意味づけを示すものと考えた。 これらは小松の提唱した行動主義の影響である。アニマ第一回洋画展に絵の具との共同制作、煙、朝を出品。同年に計4回のアニマ洋画展を木の国アガローで開催。1936年には映画研究会 TA を朝原清隆、正治忠と発足。同年、篠宮淳一、滝口修造、大塚浩二らの結成した。 研究団体アバンガルド芸術家クラブに参加。そして、また同年、井上愛や、今井安を、富岡公子、山賀正澄、朝原清隆と、前衛美術グループ、同行を結成する。アニマ第5回展に、江東区工業地帯出品。同行第1回東京報告会画展に、日本橋、二つの銅像、屋根風景出品。1937年。 アトリエ氏、アトリエ社、または、アルスに論文が掲載され、シュルレアリスムを理論的に追求しようとする矢崎の哲学が評価された。1938年代八回独立美術協会展に、高原の原映画入選。帝国美術学校卒業。映画会社の就職試験に落ちたため、帰京し、七元さんの紹介で、岡谷町立尋常高等小学校大表教員の、 食につく。新州分断者主催、新州美術展第1回洋画展覧会に、古藩の煙等が入選。帰郷後も、滝口修造、大塚浩二らとの交流は続いていた。尺への女と、怪物1937年に中戦争勃発。芸術家たちにも、戦争の暗い影が迫っていた。日本のシュルレアリスムは海戦と共に弾圧されてゆく。 それだけでなく2.4事件によって失われた教職への国家の信頼を取り戻すべく以降の長野県の教育は戦争協力体制への著しい傾斜を見せることになった。1939年臨時招集により、水戸公平隊に入隊、満州に出兵。1940年招集解除により起任。 1941年岡谷中央国民学校の助教員として採用された都市、太平洋戦争開戦、臨時招集により出生。1942年招集解除により起任。1943年岡谷中央国民学校を体調不良により依願退職。母校である県立諏訪中学校の食託教諭となる。後に、洋画家となる。 篠原明等が4年生の時に矢崎が出生する前の数回授業を受けた。第7回一水回転に早春が入選。金沢部隊に招集され3度目の出生。1944年2月に乗っていた輸送艦の船底で作業していたところに巨雷攻撃を受け中区諸島付近で戦死、去年29歳。矢崎弘信と同時期帝国美術学校で学んだ。 他の多くの前衛美術家、及びが形も戦火に若い命を散らしていた。同時期にトラック島空襲を受けた藤川丸は、現在、映画タイタニックの撮影に使われたことから、トラックに沈む艦船の中では、世界的に有名となっており、ダイビングスポットとして、世界のダイバーに知られている。ありがとうございます。